メトロ劇場は福井県福井市巡回一丁目2の14にある映画館。飲食店やスナックなどが入居する商業ビル、メトロ会館4階にある。1955年頃のメトロ劇場福井市の繁華街である片町と呼ばれるエリアにある。1950年2月1日、現在地に日本劇場が開館した。 1953年4月1日には日本劇場を引き継いでメトロ劇場が開館した。当時は木造2階建てであり座席数は500席を有していた。当時の福井市内には8館の映画館があり、メトロ劇場は洋画ロード召館として開館した。1971年春には後に3代目館主となる根岸義明がメトロ劇場の仕事を手伝うようになった。 この時期に木造2階建ての建物を取り壊し、鉄筋コンクリート造り4階建てのビルが建てられている。1973年頃には、ロードー公開を終えた作品を上映する名画座に転校。1997年8月には改装を行い、126席を117席に減らし、前方には2人掛けのソファー席を設置した。この改装時からは、 アート系作品を主とするミニシアターとなった。2000年にはチラシ以外の手段で上映作品を紹介するために公式ウェブサイトを開設した。2013年には開館60周年を迎えた。2016年には根岸義明が死去し、根岸明直が4代目監視となった。根岸明直は東京でシステムエンジニアとして働きながら、 東京と福井市を往復してメトロ劇場の経営を行っており、自身はメトロ劇場の経営で収入を得ていない。メトロ劇場は大手配給会社の直接的な影響を受けない独立系映画館である。メトロ劇場の南側すぐの場所には福井シネマもあったが、福井シネマは2018年に閉館した。1978年からは ATG など、 アート系作品を中心に見たい作品のアンケートを観客から募って上映している。三代目監視の根岸義明は神戸大学を卒業しており、神戸市にあった名画座ビッグエイ劇で行われていた取り組みを参考にしたのである。2000年時点では1ヶ月間に長期上映作品2本と短期上映作品4本を上映していた。 現在の上映作品は来場者からのアンケートを元に選定している。上映作品はアート系作品、B 級作品、名作映画まで幅広く、2012年から2013年頃にはアカデミー作品賞受賞作のアーティストから社会派ドキュメンタリーの死刑弁護人まで多彩な作品を上映した。2011年3月11日の東日本大震災後には、 原子力発電所に関する作品を数多く上映している。毎年8月は平和を考える月としており、戦争や平和が主題の作品を多く上映している。2から3週間程度で上映作品を変えている。2019年1月時点では観客の高齢化が進み、中高生の観客はほとんどいないとされる。2019年1月時点では、 勤労省体験サービスを行っており、学生が1から2時間ほど館内の清掃などをすれば、招待券をプレゼントしている。館内にはメトロシネマノートが置かれており、来場者からの感想とリクエストが書かれている。ありがとうございます。